こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。メインクエストをやります。ではやっていきます。受けますよ。さて次の作戦は秘密の通路の出先を探ることだったな。そうです、はい。お前たちなら何の苦もなくやってのけるだろうと思っていたが、考えてみれば秘密の通路など何があるかわからん。そうですね。何よりその通路、敵方にとっては秘密でも何でもなく、出先には軍勢を配備していることも考えられる。そうですね。いいな、敵に感づかれるよう慎重に進むのだぞ。わかりました。砦に向かいます。はい。では、そろそろ参りましょうか。まず、王家の通路の扉を開き、はい。その先がどこに通じるのかを確かめ、突入の際の経路を定めます。はい、わかりました。展望城の玉座の裏に出るかもしれないし、城内の台所かもしれません。そうですね。いずれにしても敵に気取られないように、少数でこっそり動くのが良さそうということで、隊長、クインタス、ベルタ、僕の4人で動きます。わかりました。はい、隊長に先行していただき、僕は後からベルタと続きます。わかりました。それでは、あ、わかりました。落ち合いましょう。ああ、祠でしたね、感じ。では行きまーす。いやー、すごいな、ここ。あ、いない。来たから。あと、あ、ネド王子がいた。王子。はい。こっから先は一緒に向かいましょう。隊長さんお願いします。わかりました。行きましょう。ネドを連れ秘密の扉の場所へ向かう。あそこですね。わかりました。行きましょう。敵のお出ましですか。あれは敵の影ですね。おお。いかん。軽く足を踏み出し。おお、いや。王子も来てるよね。来てることになってるんだよね、多分。次が、あ、なんかいるな、これも。行きましょう。何かいますね。こっちじゃない。軽く足立ってみましょう。こっちじゃない。間違った。こっちだ。中にいるのかな。じゃあ、あ、いた。ああ、この先は城のどのあたりへ繋がっているか、さあ出先を確かめましょう。はい、その扉を、あ、行けるのか。なるほど。ネド、王子どこ？ん？
はい。やりました。ここは展望場城内の中層です。はい。そしてこの先こそ城内上層へと続くエレベーターのある場所。エレベーターあるんだ。これで城へ突入する際の経路は確認できました。敵に悟られないうちに引き返すべきだと思いますが、一つお願いがあります。この城が占領された時、城にいた人々の行方がわからなくなりました。でもどうやらクインタスの進言によると、その人たちはこの城内の地下牢に閉じ込められているようなのです。もしそうであれば僕はその人たちを見捨てることなどできません。隊長さんお願いです。彼らを助けてあげてください。クインタスがこの先にある城内地下へと通ずる場所へ先行しています。よろしくお願いします。これでもバレるんじゃないの？行きます。けども。あそこですね。わかりました。行きましょう。あ、そしてほら、感じるだろう。人が息を潜め、耳を澄ましている気配、大勢の同胞がこの先に監禁されている。ああ、間違いない。私の友人もいるに違いない。地下牢へ向かう。はい、わかりました。もしなんか。ああ、これか。いるな。行こ。敵のお出ましですか。何かいますね。見張りの敵を壊滅。強みたくはないんですが。強そうだまた。やばい、スタミナ切れちゃう。あ、全部切れちゃった。やばいやばい。強いなぁ。あったあった。向こうか。動くねー。あー当たんない。敵はいない。もう敵にバレたでしょこれ。だね。もうちょっとだ。そのガードが離れたらもう弱い。痛い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 。やめてやめて。おお、オッケー。
これいける。あ、必要ない、普通の攻撃でいける。あ、何もない。落ちどこ、あ、いた、いた。いや大変だったよ、もうバレたんじゃないこれ。隊長さんありがとうございます。おかげでこんなにも多くの人たちを解放することができました。え、どこにいるの。僕とクインタス、ベルタはこの人たちを連れて王家の通路を使って脱出します。隊長さんもいち早くここから脱出してください。わかりました。あ、わかりました、戻ります。ああ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。おかげで王家の通路の調査は終わり、そればかりか消息不明だった城の人々も保護することができましたですね。次はいよいよ展望城への進行ですね。はい、メイロワ将軍たちも戻っています。陽動部隊との評定も終わったようですから、あ、表情かな、もう終わったよう、終えたようですから、ええ、きっとうまくいくでしょう。あ、わかりました、報告に戻ります。なるほど、城への突入準備が整ったというわけか。はい、そうです、順調に城を、次は王とメガドだったな。はい、そうですね。ふむ、奪回か。ネド王子が悪しき竜から竜力を奪回するまでは気が休まらないな。そうですね、はい。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。